今ね。すごいですよ。他にもいっぱいあるよね。なんか、うん、なんだっけ、あやばい、焦った。トッポギみたいな名前です。なんだっけ、トッポギじゃなくて、トッポギみたいな名前のドラマがあるんですよ。なんだっけな、トッポギみたいなやつがあるんですよ。トッポギみたいなやつ、皆さん。多分ね、面白いらしいからね、みんな。多分わかると思う。ツイッターで流してほしい。絶対してるから。トッポギみたいなやつ、皆さん。おすすめ、竹ちゃんのおすすめドラマ、トッポギみたいなやつ。それ見たいなと思ってんの。トッポギみたいな名前のやつ、なんだっけな。多分そのうちきっとツイッターで流れてる。これだよこれだよ。伝わるかな。絶対伝わる。韓国ドラマで、しかもネットフリックスも入ってるし、はい、トッポギみたいな名前のやつ。トッポギみたいな名前のやつ、はい、チェックしてください。はい、そういう感じです。続いてのペッコ、トッケビ。そう、トッケビ。トッケビ、トッケビ似てる。似てるでしょ。私トッポギだしか思った以上に似てたわ。そうですよ。トッケビ、トッケビ、もう面白いって言われてます。すごく、うん、次見てみたいなと思います。はい、はい、続いてじゃあ見ましょう。はい、ラジオネーム神奈川県、ゆきゆきむらむらさん、出ます。ありがとう。土屋さん、ゆうなちゃん、たけちゃん、アロハなんつって。アロハなんつって。暇つぶしに持ってこいは、梱包によく使うプチプチを一個ずつ潰すことです、うん、会社にはロールでプチプチがありますが、はい、そこから出た切れ、端切れ、切れ端を使っています。一個一個を潰していると無心になり、あっという間に時間が過ぎます。皆さんも一個一個潰して、ぜひ無心になりましょう。はい、はい、切れ端、端切れだ、端切れだ、端切れじゃなくない、あれ、端切れ、切れ端じゃない、切れ端じゃないの、切れ端、え、なんて書いてあるの。私が見てもらえる。見るのを頼む人間違えてるの。その人じゃないよ、これ。でも端切れよね、これね。端切れ。端切れ。まあ、端切れとも言うのか。ほら、ここです。端切れ。端切れ。これは絶対に端切れ。そうだね。端に切れたから。どっちもいいのか。まあ、そうですね。どっちでもいいかなっていう。プチプチね。プチプチ、うん、いいです。私昔、はい、無限プチプチっていうの持ってました。ね、ああ、ね。そう、なんか無限枝豆とかさ。うんうん。あれの無限プチプチ買って、うん、ずっとやってました。好きで。俺あれ好きなんだ、そのプチプチをさ、うん、絞る。うん。ええー、プチ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 みたいな、すっごい気持ちいいよあれ。めっちゃ気持ちいいあれ。そう、めちゃくちゃ。そう、お母さんに怒られたけど、一気にやんなよ。ちょっとそうなんだ。一気にやんなよ。怒られたけど。でもいいですよね。お母さん。今考えるとどこ怒ってんだよ。確かに良くないって思いますよね。次いきますね。はい、ラジオネームまさきあんさんからです。ありがとうございます。つやさん、たけちゃん、ゆなふ、やろはなっつって、やろはなっつって。今日のテーマ、あなたの暇つぶし方法、ここしばらくアマゾンウィンドウズショッピングを暇つぶしをしています。はい、これは単純のアマゾンで、欲しいものを徹底して検索しまくります。そしていいなと思ったものを選んで10個だけ欲しいものリストに入れていきます。もちろんその、ランキングは、その時ごとに変わりますから、12月本当に欲しいものとして残ったものを年末のご褒美として買うつもりです。今のところここ数ヶ月の第1位は、ティターンズのジャケットです。はいはい、わかるよ。コーチジャケットでしょ、ティターンズ。え、俺も狙ってる。土屋さんが買ってくれるなら、僕の欲しいものリスト送りますね。いや、ティターンズ俺も狙ってたよ、そのコーチジャケット。何ですか、そのティターンズの。嘘だろ、嘘だろ。あのティターンズだぜ。タイターンズじゃなくて。ガンダムでしょうか、ガンダムでしょうか。そうなんだ。ガンダムでしょう。のジャケットが売ってるんですね。そう。それが今、1位らしいですよ。もうちょっと欲しくて知ってる、それが。じゃあ、恐ろしいな。おそろで2個1になっちゃうかもしれない。でも欲しいものリストとかね、あ、できるんだよね。あ、そうなんだ。ヨネアのシステムね、買いたくなっちゃうもんね、それね。そう、リストって。でもね、買うみたいな、ね、そう、なんかいいねばっか押して、そのゾゾダウンとかで洋服見てね、うん、いいねばっか押して気づいたらなくなってるとかさ、数値がね、そう、あ、終わっちゃったみたいな。でもいいですよね、お買い物したいな。そういうのかな。
です。アデューで帰れ。前年度より